はい、えー、今回のミスターマヤミさんのメッセージはあーゲートコミュニティですねゲートコミュニティという、まあ、素晴らしい授業ですねこれこそまさに、まあ、アメリカンドリームといいますかねマイアミあのライフといいますかあ完全にですねこうカチッと固められたゲートの中での安全なコミュニティということで、えー、かなりね私たち日本で住んでる我々から見ると、まあ、ハイソサイティーなね えー、暮らしが見えるんじゃなないいかなと思います海外駐在員さんとしてのメリットっていうのはこういうところに住めるってこともありますしまあ様々あると思いますけども一つの文化に知られず、ね、縛られずにね複数の視点からものを考えれるところもあると思うんですよ。もちろんデメリットもありますよね、えー、こういうふうなことにコストをかける会社の、まあ、会社的なねデメリットっていうのもありますし海外駐在員さんに選べられなければこういったルートも と,いうこともありまううううという、ね、そういそううデメリットもあるのかなと思います、まあ、いずれにしてもですね我が国を離れて異国でやることっていうのには相当の努力とね、えー、精神力がいると思いますしやっぱり帰ろうと思ってもなかなか帰れなかったりね前回もミスター真さん40時間ぐらいかけてコーチの方に帰ったみたいな話がありましたんでさまざまな要因が必要なのかなと思いますさあ今回の動画の中でミスター真弓さんにねちょっとお尋ねしたいことがあるわけなんですけどねそれは ですね。ミスターもやめさんから見て海外駐在員をやっていて良、えー、かったのかなとどうだったかなと、うん、海外駐在員良かったよとかねいやいやもう一回もうちょっとこういうふうになってくればもっと最高なのになとかね、えー、いうのが一点ですご自身の感想ですねもう一点なんですけどもこれから海外駐在員さんを目指す人に何かね声をかけてあげれることがあるとすればどんなことかなとうんやめといたがいいよもしくは いや、こういうところに気をつけたら書いていいだよ。みたいなことがあったらね。いいんじゃないかなと思いますえー。それでは今回は以上です。